仮に雪山を乗り越えられても、一人で抱えて戻るのは厳しいはず。私と大臣が手伝えればいいんですが、二人とも雪山は不慣れ。かえって小栗さんの枷になります。何らかの手段を講じねば。それは…それなら大丈夫。君たちは…パーティーに参加しに来たのか。違うよ。クリスマスの奇跡を探しに来たって言ったでしょ。そのマベチンレーダーがね、ここで反応したの。そう、マーベラスな予感が私たちをも立ち合わせた。けどね、それだけじゃない。マーベラスな落とし物がきっと役に立つ。それがあれば何だってスイスイ運べちゃう。つまり、小栗さん、テイクオフだよ。テイクオフ、なんだそれは。ケーキの名前か。テイクオフ、飛行機などが飛び立つことですね。浮上した後、上昇体勢をそのまま維持する意味もあります。つまり、マヤノ君は小栗さんを飛ばせたいのか。だが、どうやって。それがなぜ星を運ぶ解決になる。早秀さんがつかない。あのね、見つけた落とし物っていうのが大きいソリなの。ソリ、何それ、面白そう。マヤたちもね、さっき大きなソリが落ちてるの見つけたんだよ。あ、あれのことか。そう、そのソリ、まだ使えそうだったからここまで引っ張ってきたんだ。なるほど、そのソリで帰りは星を詰めるということか。テイクオフはよくわからないが。なら問題は解決したな。よし、マヤノ、ソリはどこだ。待ってて、マベチンと用意してくる。ちょっと待ってください、小栗さん、本気で行くつもりですか。仮に運搬方法は解決しても、まだ雪は降り続いてるんですよ。ファンを安心させるに足る材料は揃ってないんです。やはりこの件は諦めた方が。だが、挑まなければみんなの応援してくれる私ではない気がする。え？難しいレースを勝つからみんなは私を好きになってくれたと思う。そんなみんなに諦める姿など見せたくない。私だからじゃない、私であり続けるから応援するのだと。みんなの誇りにもう一度なりたいんだ。小栗さん。気持ちは本当に理解しているつもりです。今すぐに雪が止むなど奇跡が起きれば私だって。じゃあ早秀が奇跡を起こしてあげれば。どういう意味だ。普段からごちゃごちゃ考えてるあんたならもう無茶しない方法思いついてんでしょ。言わなかっただけで本当は協力したいくせに。素直になれって言ってんの。君にそう言われると不思議な気分になるな。確かに可能性を高めることはできるかもしれないが。ああもう、できるっつってんじゃん。チケットは信じても私の言うことは信じられないわけ。私たちからもお願いします。やっぱり小栗さんに協力していただけませんか。今日はもちろんただのクリスマスパーティーじゃありません。不調気味だった小栗さんへの応援の意味もありました。ですが、もしかすると少し、ほんの少しだけ無事に走ってくれればいいと思っていたかもしれません。勝てなくてもいいから元気に走ってくれれば。すでに信じられないくらいの感動をくれた。もう十分だと。けど
小栗さんができるというならどこまでも信じたい。だって私たちは挑戦する小栗さんを好きになったんだ。できるだけ無理のない方法を教えてください。大臣さんの早秀さんを信じる覚悟を信じます。まったく責任重大だな。ですが、わかりました。小栗さん、あなたの足を信じていいですね。もちろんだ。足はみんなの愛してくれた私の武器だ。自信しかない。では深い雪道でも進んでいける想定でいきます。早速確認したいことがあるので、ログハウスの管理者を。行ってくる。